ハロー、ケンタ店長、ドゥン。ケンタ店長です。はい、こんばんは。皆さん調子はどうですかというわけでですね。ですね、今回はちょっとですね、まあ、今ね、もう2連続で動画撮ってんだけども、今ちょっと前にね、ちょっとドキュン系のですね、お話をしたので、まあ、それを投稿してるかどうかわからないですけどもね、これ取りだめし用に、取りだめ用にですね、撮ってる動画なんで、まあ、その動画が後になるか先になるかはちょっとわかんないんですけども、今回のお話はですね、僕自分自身でね、非常に後悔してることがいっぱいあるんですけども、これちょっとね、若い人にこの動画見てほしいですね。若い人に、うん、10代、20代前半の、まだ夢ある若者たちにですね、見ていただきたいんですけどもですね、何が言いたいかっていうか、まあ、簡潔に言うとですね、チャンスをつかめというわけでですね、わかりましたか？もう一回言いますよ。チャンスをつかめ、若者よ、チャンスをつかめです。はい、もうこのね、一言でこの言葉にも集約されますよ。チャンスをつかめと、若者よ、チャンスをつかめと、何回言うんだっていう風に思うかもしれないですけども、なんでこんな風なね、チャンスをつかめなんてね、言うかもね、言ってるかというと、俺自身がね、いろんなチャンスをね、無駄にしてきたっていうかですね、まあ、チャンスを無駄にしてきたんですよ。チャンスをぶっ潰して生きてきて、今こういうね、ポンコツな社会不適合者が出来上がってるわけなんですよ。チャンスってね、人生のうちにね、きっとね、まあ、全員に必ず起こるよ。全員に必ずすごいチャンスが来てくるぜなんて、俺はそんな風な綺麗事は言わないけども、まあ、何かしらのチャンスってね、結構、ふとした時にね、転がってくるんですね。それなりに行動してればね、家にずっと閉じこもってたらダメだよ。そしたら何も入ってこないからさ、どっかにやっぱりその自分なり発信したりとか、そのね、なんていうの、そのアンテナ張って外に出たりとかすると、やっぱり出来事が起こるわけよ。ね、自分がアクションを起こせば、何らかのリアクションがどっからからね、どっかしらからきっと何かしら返ってくるよ。まあ、そのリアクションが返ってくるチャンスが広がるから、行動すれば。ね。まあ、外に出てちょっとまあ、いろいろ行動してね、まあ、なんでもいいよ、行動すると、まあ、本当にそれなりにね、チャンス、人生のね、人生を変えるチャンスがね、結構本当に舞い込んでくるんですよ。ただそれを的確にチャンスと捉えて、生かして行動できるか、ね、このチャンスを生かせるか生かせないかで人生大きく変わるわけですね。僕はですね、大きく変えられなかった人間なので、若い人たちにはですね、ぜひそのチャンスを、生かしてほしい、自分のために。うん。チャンスに的確にね、反応するっていうのはね、本当に大事ですよ、人生で。サッカーもそうでしょ。チャンスに的確に反応して、ね、シュートを打ってゴールを決める。チャンスに反応できずに、シュートも打てずに終わるっていうね。これ全然違うでしょ。それは全然違うんだけどね。片やシュート打ってゴール得点を入れてね、結果を残して、どんどん上で進める。片やチャンス生かせなかった。死ぬんだよ。そうそう。そういう世界ですからね、人生。世の中っていうのは。チャンスを生かせなかった人間にはですね、死あるのみなんですよ。本当に。もう運命の差ですからね。生かした人間と生かさなかった人間の差って、これぐらいじゃなくて、これぐらい開くからね。ヒューって。うん。まあ、俺は生かせなかったんで、どんどんに落ちてって。そう。というのはね、いろんなチャンスってね、あるのよ。後から気がつくとっていうか、後から気がつくんですね。あれチャンスだったんだなと。あれチャンスだったと。あれ掴んでる俺の人生めっちゃ変わってたなっていうことがいっぱいある。まあ、これ、たらればなんで、ね、あんまり人生においてたらればっていうのはあんまり俺良くないかなって思うんですよね。あの時こうしてれば、あの時こうしてたら、みたいなね。感じて俺あんま好きじゃないんだけども、確かにでもそういうことはやっぱあるわけよ。というのも、俺昔ね、昔っていうかそんなに昔もないんだけども、俺ゴールドジムのね、面接受けてるんですよ。スポーツジムね、インストラクター。で、ゴールドジムといえばですね、まあ、すべてのトレーニング愛好家のですね、憧れの地ですので、もう本当トレーニングのメッカ、トレーニングのパイオニア的存在がゴールドジムなんですね。なのでやっぱりスポーツトレーナーやるんだったら、俺は一番上っていうか一番いいところで働きたいね、憧れてるゴールドジムで働きたいと思って転職考えた時にゴールドジムの面接を受けたわけですよ。そうで、まあ落ちたのね。面接というか筆記試験がボロンボロンで、そう、まあダメだったんだけど、面接は結構良かったんだよね。
自分で自画自賛するわけじゃないけども、まあ、これ結構良かったんですよ。そう、うん、7だけ落ちたわけよ。そうで、まあもう入れ墨も入れちゃったし、もうなろうと思ってもなれないわけね、まあそれはもうしょうがない、それはもう覚悟の上でやったからしょうがないんだけども、ただね、俺専門学校行ってる時に、俺の専門にですね、ゴールドジムのインストラクターがですね、講師として来てたんですね。で、筋トレの授業みたいなのがあって、俺筋トレをとんときはやっぱ好きだったから、そのゼミとして取ってたわけ、その筋トレの授業をね。で、熱心に参加してるから、もう好きだからさ。で、腕立て伏せ大会とかさ、いろんな大会あって、まあもちろんね、他別にそんな筋トレ好きなやついなかったから、まあ俺優勝するわけじゃないですか、腕立て伏せ大会とかさ、いろんななんか懸垂大会とかあるわけよ。全部優勝するのね。あんまり他がもうあんまり粒取るじゃないからさ。で、そのゴールドジムのインストラクターのその講師の方が、まあ、ちょっとおばちゃんだったんだけども、うん、さあ、まあ、何々くんさ、と、まあ、何がいくんってか、まあ、じゃあ、健太くんさ、ゴールドジムで働いてみないみたいな、いうふうに言われたのね、その時に。でも、その時は、もう俺は正直、そのインストラクターっていう仕事に興味はなかったの。自分は筋トレ好きだったけど、まあ、お金もそんなに、まあ、欲がない世界だったし、いやー、いいっすよっていう、まあその時まだギャングだったしねそうそうそう、いやいいっすよっつって、いやそんだけ筋トレ好きで頑張ってたら仕事生かした方が絶対いいよっつって、私がくじ聞いてあげるっていうか、私のじゃあ教え子っていうか、その見習いとして働き始めれば試験とかそういうのパスで入れるからっつって、だからね、今は学生だけど学生やりながら来れる時はうちに来て、仕事覚えながら、インストラクターの仕事目指してみなよっていうふうに言ってくれたのよ、そのおばちゃん。めっちゃ好きやで。おい、抱かせろや。おー、というわけで、これ関係ない。今のおーっての全然関係ないんだけど、今のくだりちょっと忘れて。時たまこうやって任させて変なことしちゃうから、そう、忘れてくれ。で、まあそういうふうに言ってくれたんですね。ゴールドジムのインストラクターね、やろうよみたいな感じでね。いやでも俺はそう、いやもういいっすいいっす、まあいいっす、マジいいっすみたいな、ほんといいっす、もうマジです、もう果てしなくいいっすみたいなね、もうほとばしるほどいいっすみたいな感じで断ったっすよ。これね、今になってね、あれ、あん時これやってればってね、すげえ思ったのよね。ゴールドジムなんか今入れたくても入れねえからさ、マジかーと思って、あれ本当にチャンスだったわけよ、自分の俺の人生の中で。そう、めんどくさかったっていうのが一番でかかった、その時に。いやめんどくせえと思って、学校通いながらね、ギャングでね、先輩にごちゃごちゃやね、今日集合なとかね、ごちゃごちゃ言われながら、でバイトもしてとかね、それでゴールドジムのインストラクター、はふざけんな、超めんどくせえよと思って、もうちょべりますよみたいな感じでやんなかったわけですよ。これマジで後悔してんだよね、俺本当に。マジで、本当ビビってるぐらい後悔してるよ、本当ビビってるっていうか、もうマジ後悔、マジで後悔する、もう本当に10秒前だよ。ん ?10 秒経ったか。本当にね、後悔してる。これチャンスだったんだよね、俺の人生っていうか、俺に、本当において、本当に面倒くさいっていう理由でやんなかったの、踏み込まなかったの。そう、生かせなかったしね、これ要は俺はもうこのチャンスを殺してしまったわけですね。チャンスっていうのはね、僕が主にね、生物なんですよ。生物、チャンスは生物、これ名言じゃない、これ格言じゃない、チャンスはね、生物、本当にそう。その時にね、生かせなければもうチャンスは死にます。本当に殺すことになる、チャンスっていうのは、生きてられないんですよ、チャンスは。長くすぐ死んじゃう、もうセミみたいなもんですよ、本当に。チャンスっていうのはあっという間にね、消え去るからね。その時生かせない、本当にその降って湧いた時に生かせなかったチャンスはもう本当に死ぬだけ、ステイはないから。そう、生かすか殺すかどっちかですよ。デッドオアライブ違うな、とにかく生かすか殺すかどっちかな。だからその時俺はそのチャンスを生かせなかったから殺しだったわけですよ。もうインストラクターへの道はですね、もう断たれたわけですね、きっと。その時に断たれてたんですよ。そう、でも本当にこれ無駄にしたなと思って、チャンスをね、生かせなかったなと思って。そう、いろんなね、チャンスってね、やっぱあったんですよ。でもその専門学校、俺演劇の学校行ってたっていう話をしたじゃないですか。まあ知ってる方は知ってると思うんですけども、まあ、講師の方でいろんな有名なね、その演出家の方々が来てたわけですね、講師で。で、まあ、授業で、まあ、演劇の勉強して、まあ、その舞台をね、作り上げたりとかして、まあ、やっておくわけですね。うん、で、まあ、ある程度ね、多分、まあ、こんだけちょっと頭おかしいから、昔から、当時からね、当時からおかしかったのよ。そうそうそう。だから、それなりに多分ね、まあ、いい意味でも悪い意味でもね、演技がね、うまいとか下手とか関係なくて、目立ってたことだったら多分目立ってたのよ、頭おかしいから。
ってね、うん、今のおかしい振りね、うん、で、まあ、目立ってたような気がするわけよ。そうで、そのある演出家の方はですね、進路どうすんのって、卒業、まあ、シーズンちょっと前、半年1年ぐらい前かな、でこの先どうすんのって、演劇続けていくのみたいな。いや俺は続けていくことは考えてないって、家に金も入れなきゃいけないし、でばあちゃんもね国民年金だから、俺とかがね金入れないと生きていけねえから、俺は仕事をするって、もう卒業したら仕事して、もう家にとにかくね、俺も長男だからさ、で家もねローンもたっぷりあるし、固定資産税とかさ、いっぱいいろいろあるからね、で学費の借金も返さなきゃいけないし、その専門学校ね、自分で要は金借りていくからさ、それも返さなきゃいけないし、家にお金も入れなきゃいけないし、ばあちゃんに金も入れなきゃいけない、携帯代も払わなきゃいけない、賞金も払わなきゃいけないって言ったら、もう正直演劇なんかやってらんねえっつって、俺は働かないといけないんだからやるつもりはないっつって、でもったいないっつって、その演出家の方が言ってくれたんですよ。なんかここで終わっちゃうのもったいないから、劇団か、事務所に絶対所属した方がいいって言うから、いやでもね劇団もねやっぱレッスン料っていうか、そのねあれ取られるし、で事務所だったら登録料とか払って、まあいろいろレッスンとかもあるじゃないですか、それで仕事が必ず来るとかそういうわけじゃないから、で演劇やりながら仕事働くのって時間が限られちゃうんで、稽古もあるし、なかなか厳しいわけですね、そのフルで働くっていうのが、本当に厳しいのよ、まあ、ちゃんとやってる人もいるんだろうけども、まあ厳しいかな、俺は本当にフルで働かないと生きていけないからさ、お金のね面で、だから厳しい、それはちょっと無理だってたの、俺はもうやる気がないから働くって言ったら、じゃあうちの劇団ね、俺が持ってる劇団は結構有名な劇団なのよ、だってこれ結構紀ノ国屋ホールとかでやった時に、今日は前も言ったけど、俺がその舞台のね幕の開け閉めのバイトさせてもらった劇団なんだけども、結構芸能人とかがもう見に来てくれるようなぐらいの大きい劇団だったわけよ、まあ、ほんと稲川淳二さんとかさ、まあ、そういうなんかいろんな人がもうお客さんと来て、いやよかったよ何々さんみたいな感じで言ってくれるような感じの、まあまあまあいい感じの劇団だったわけね、うん、それなりに演劇界だったらまあちょっと若干名は通ってるような感じの劇団だったわけですよ、ね、うちの劇団来なさいよというわけで、いやいやいやお金ねえし、ほんと働かなきゃいけないからさ、いやじゃあ登録料じゃないけどそういうのもいらないし、レッスン料もそういうのもいらないし、少しだけど、まあ、給料も払うと、ね、でもちろんその舞台があればそれなりにチケットさばいたらそれもね、それも あげるし、まあ、本当に気持ちだけど給料も払うと、だからうちの劇団来いよと、もったいねえから伸ばせよと、伸ばしてやるよ俺がって言ってくれたんですよその人が。でもね、いやいやめんどくせえと思って、そんなに辛い思いしてまでと思って、やっぱ突っぱねちゃったんですよね俺その時にね。いやいやいいっすよって、俺はもうほんとフルで働かないと生きていけないから、いやいいっす、それ本当にありがたい話ですけど、ちょっと申し訳ないけど俺にはそれできないっすっつって断っちゃった。もったいねえもったいねえよつって、せっかくそんだけ個性的なんだから生かそうぜつってね言ってくれたんですけどね、断っちゃったんですよね。いや俺はフルで働かないと、金が金がと思ってね、もう金のね、もう重圧に、なんだろうね、金の本当にもう、本当金の、うん、今思えばね、金なんてどうにもでもなったんだよ、借金しちゃってさ、ねえ、あれだってさ、若い時にしかできないことやっときゃよかったよと思って、今本当に、まあ、よかったのか悪かったのか分かんないけども、やっときゃよかったなと思って、やっぱね、ちょっと面倒くさいなと思って、うんって思うことも、飛び込んでみると、いろんなものがね見えてくるんでね、いろんなことにね挑戦した方がいいし、いろんなことに携わった方がいいと思う俺は若いうちは、うん、まあ悪いことをしろとか悪いこと世界に行くは行けとは言わない、そう悪い世界は悪い世界で避けた方がいいと思う、俺はいいと思うけども、自分のレベルを高めてくれるような世界にはですね、もうガンガン飛び込んでいった方がですねいい、その時はもう大変で、もうやだもうめんどくさい本当やだと思ってもですね、1年2年3年後、あやってよかったなって絶対思う時が来ると思うんですね。まあ、部活もそうだし、学校もそうだよ。中学校も高校も、あ、行っといてよかったなってね、思う時はね、絶対来ると思う。別に、俺はそんなにそこまで行ってなかったし、もうギリギリ卒業した、本当にギリギリ卒業したね。仮卒業みたいな感じだったから、うん、そんな偉いこと、偉そうなこと言えないんだけども、でも、行っといてよかったなっていうふうには思いますね。卒業してよかったなとは。うん、まあ、団体行動をね、学ぶ場所だと思ってるんで、高校とか中学校っていうのは。まあ行ってよかったのかなっていうふうには思ったりもしますし、行っとけばよかったなっていう、その演劇のね、その劇団の方もそうだし、ゴールドジムのインストラクターも誘ってくれたとこね、めんどくせえやだなと思ってやんなかったけど、
これやってたら俺の人生多分大きく変わってたと思うんですね。いい方に転がったと思う、絶対に。悪い方に転がったかもしんないけども、ね、無駄なことなんて人生に何にもないっていうセリフがよくあるじゃないですか。いや人生に無駄なことなんか一回もねえよってね。俺ね本当にその通りだと思うんですよね。どんなにね悪いこと良くないことに携わったとしても必ず経験値としてですね、自分のねその本当に人生に生かせるはずなんですよね。まあそれは気の持ちようなんですけどもね。いやダメだダメだ俺はなんてダメだ本当ダメだって思っちゃうとただの本当に無駄になっちゃう時もあるかもしれないけども、気の持ちよう次第で本当に人生に無駄なことってね一つもなくなると思うんですね俺は、うん、なんでね飛び込んでみようっていうそのいろんな世界に。やだよちょっとやだよ緊張するよ俺そんなマジ大舞台無理だよっていうところにもですねもう行ったれっていう感じで行ってみるともうやらざるを得ないから結局その状況になったら、うん、今も俺もさ、本当にたまにさ、すげえ、そんなとこ営業行くのみたいな。ね。うんふん、うんふん、ジャパンのさ、本社とかさ、ね。うんふん、とかのね、本社とかさ、もう行くわけよ。ものすげえセキュリティのとこ、まあセキュリティ俺泥棒じゃねえけど、それ関係ねえんだけども。いや、これ何この近代的オフィスみたいな。何このおしゃれなオフィスみたいな。セグウェイ走っとるやんみたいなね、とことかね。行くわけですよ。でもね、それね行ってみるっていう風に要は上司常務に言われるわけですね。でここで昔俺だったらいやー俺ちょっと俺無理っすいいっすよみたいな俺ちょっといいっすみたいな感じで断ったんだけども、今はその失敗を踏まえてね俺が潰してきて殺してきたチャンスの数々ねを本当ダメにしてきたもののチャンスのやつがチャンスっていうかそのダメにしたチャンスの数がですね後悔のもう念がすごくてそのダメにしてきちゃったっていうねあの時飛び込んでおけばみたいなね何かきっと飛び込みも何かあったと。だそれがあるから、ね、その、んふん、ジャパンのね、本社行ってみるみたいな時にね、行きます行きますいや、行っちゃいますみたいな感じでね。もうとにかくもう考える前に、もう行っちゃいますみたいな感じで、行っちゃうよ。でもやっぱりそれなりにね、経験としてやっぱね、入ってくるんで、そういうところに行くとやっぱり度胸がつくわけですね、営業として。ふんふんふんとかね。の本社とかね、もう役行くわけですよ。代表取締役とかもね、ね、丸々市長とかさ、丸々区長とかさ、ね、行政の方とかにも行くわけですよ。で、前だったらね、行ってみるって言われた時に、いやーってやっぱこれも言ってたよ。でもね、今はもう、行きまーすっていう感じで、もう何も考えない。ちょっとやべえかなと思っても、行きまーすっていう本当に。で、やっぱ行くとね、度胸もつくし、経験にもなるし、やっぱすげえ人たちと関わると、やっぱ刺激も受けるしね。あ、これやっぱ来てよかったなと。失敗もいっぱいするけども、いやもう失敗を恐れちゃね、何にもなんないからね。うん。まあそのチャンスを殺しまくってた当時の僕はですね、失敗を恐れたりとかね、この懸念材料ばっかり見てたの。そう。いや、これやったらこれがあるからとかね。いや、俺これがあるからこれできねえよとかね。いろんなこのマイナス要素ばっかりを見ちゃってたわけですね。今はもうそのマイナス要素を考えずに、もうとにかく飛び込む。うまい話には飛び込まないけどね、お金の話とかね、最近多いですね、アパート経営やりませんかみたいなね、副業でやりませんかみたいな電話ね、どこで番号調べたのか分かんないけどもさ、うん、何にも悪いこと言わないけどね、リスクを一切説明しないからね、あのアパート経営だとなんだかんだってね、FX もそうだね、FX はやめとけ。あ、もうこの FX の話はちょっとまたしますよ。 FX は怖いよ。 FX は怖い、もうエグゼックスよりが怖いよ。まあ、それがその話はもう18分話しちゃったんで、まあ皆さん若い人たちはですねちょっと飛び込んでみましょう。いろんな世界にですねチャンスを無駄にしないようにチャンスを生かして、俺みたいなね失敗者にならないようにですね成功してください。人生のですね、価値を掴んでくださいというわけでですね、掴もうぜドラゴンボール、ポケモンゲットだぜ。ケンタ店長アウト。